はい、読谷の皆さん、近隣市町村の皆さん、こんにちは。ジョイントゥージョイのジョイストーリー始まりました。はい、まずオープニングナンバーはジョイントゥージョイでタイムマシーン。はい、ジョイントゥジョイのジョイストーリーですね、始まりました。ちょっとね、あ、これちょっとねやってなかったな、はい、みたいな感じで突然ね違う曲かかってきたからびっくりしたかもしれないですね。はい、ジョイントゥジョイのジョイストーリーですね。11月13日261回目ですね。今日はですね、ジョイントゥジョイのジョイストーリーですね。いつもながらではありますが、私キーボードのサトルが一人でお届けいたします。はい、まあ、そんなこんなでですね、まあね、ちょっと今週特に寒くなりましたよね。なんか今日とかもね、朝ね寒くてなんかちょっと起きちゃった感じだったんですけども、なんかね、こういう時だからこそちょっと気をつけないとね。僕年末仕事がね詰まっているのでですね、今体調崩していられない状況なのでみたいな感じでやっておりますけれども、皆さんどうですか？ね、突然ね気温が下がったりしたので体調壊してないかなってちょっと心配もしたりとかしますけれども、はい、まあね、沖縄もねやっと寒くなってきたということで、なんかね冬12月に向けていい感じで寒くなってきたんじゃないでしょうか、みたいな感じですけどねまあそんなこんなですよね。今週とかもね、なんかね、はい、まあじゃあまずはですね、細い、いつも忘れてからこれやらなきゃね。はい、まずはですね、この番組ですよね、皆様からのメールの方とかですねお待ちしております。
はい、日常のこと何でもないことでもいいので、んとかっていうことでもいいので送っていただけるとありがたいです。はい、で、来ていただいたおはがきの方、おはがきじゃないな、メールのと、メールはですね、第4部の方で紹介しようと思っておりますので、はい、まずはじゃあメールアドレスの方申し上げます。すべて小文字でですね、 fm786@fmyomitan.co.jp になります。はい、すべて小文字になります。 fm786@fmyomitan.co.jp となっております。はい、で念のためファックス番号の方も申し上げますね。 098-958-7861 098-958-7861 となっております。はい、ではですね、このジョイントゥジョイのジョイストーリーですね、今日で261回目、先週260回目だったんですけど、なんか記念のことをしようかなと思ったけど、ついすっかり忘れちゃってやらなかったんですけども、はい、まあね、着実に300回に向けて頑張ってやっているって感じですけれどもね。はい、まあ先週、一部の方ではですね、ジョイのメンバーの先週から今週まで何をしているかっていうことをですね、何をしていたかとか、印象深かったこととかっていうのをですね、話をするのですけれども、そうですね、僕ね、もう生活がね、いつも同じような感じで回ってて、まあこの時期になると毎年そう言ってんですけれども、12月のクリスマスに向けてのイベントがいっぱいあるので、それに向けての準備とかね、あとね、で楽譜を起こしたりとかですね、曲を聴いたりとかですね、であとはそうですね、楽器屋さん行って楽器調達したりとか、あとは楽譜探しに、もういつものことなんですけどもね、楽譜探しにとか行ってて、でこの時期になると、まあ僕いつも言ってんですけど、僕なんかのクリスマスソング集というか、クリスマスのアルバムを出しているのを出しているアーティスト、なんて読めるの、クリスマスアルバムを集めるのが大好きでですね、今年もいろんなアーティストが出していている感じなので、それをチェックしながらですね、ちょっとアマゾン見ながら、そして CD 屋さん見ながらって感じで、あと中古屋さん覗いたりとかっていう形でですね、CD をね、買い漁ってる感じになってますね。はい、まあ、自分へのプレゼントっていうことで、毎年ね、クリスマスソングの CD を買ってますけど、今年はですね、今手に入れたのが、レディゴーの、イリナ・メンゼルさんのクリスマスアルバムですね。輸入版が先行で発売で出ていたので買ったんですけども、なんかね、2日前ぐらいに、なんか日本語版が出るということで、日本語版っていうかね、日本版が出るということでですね、中になんか山下達郎さんのカバー曲が入ってるらしくて、なんか、なんていうの、輸入版買ってちょっと損したかなみたいな感じになっちゃってですね、今日帰る時にちょっとツタヤとか寄ってみようかなとかって思ってですね、そのままイデナ・メンゼルあるんだったら買っちゃおうかなとかって思っております。でね、まあ毎年この時期からはですね、クリスマスソングを特集してやっていくんですけども、そのイデナ・メンゼルさんのねアルバムも紹介できたらなと思っております。で今日はですね、そのジョイズ・フェイバリットの方はですね、J-POP のクリスマスアルバム、クリスマスソングをちょっと特集して2部からはお届けしたいと思っております。なのでメールとかでもですね、クリスマスにまつわることとかでもですね、1ヶ月目で早すぎる ?1 ヶ月以上で。でもね、1ヶ月目からかけないとねって感じでやってるので、まあ、無理やりクリスマスのムードにこの番組していこうかなと思っております。はい。ではですね、まず一部の曲はですね、冬にふさわしい曲かなと思って、で、まあ、原曲をね、書ければいいとは思ったんだけども、こういうのもいいんじゃないかなと思って、僕のね、一番好きな曲があってですね、それなんかちょっと友達この間話してたらですね、あ、いいかもしれないと思ってですね、今日持ってきてみました。はい、まあ、その曲はですね、冬に僕大好きな曲、牧原紀之さんの曲なんですけど、ミルクという曲をお届けするんですけども、それをね、英語で、ビル・カントスっていう人がですね、カバーしているので、それをまずお聴きください。では、ビル・カントスで、牧原紀之さんのカバー曲、ミルク。
afraid to close my eyes. Oh, I've tried so hard, so many times to make it on my own. But I have to say, it's just too hard to do it all alone. My honesty is all I have, that so many may not share. That's all I have, and nothing more. Nobody seems to care. Truth and keep it in my heart, like a light above my door against the dark. Why is it so hard to see the truth of who I am? Every year it slips away as I become a man. I remember you told me you feel the same way. Only my tears can bring me back home someday. Your hand so warm against my back feels like home sweet home. All my pain it melts away, 'cause now I'm safe and warm. 'Cause I remember long ago you'd hold me counting sheep. Baby, you'd say drink your warm milk. こちらですね、牧原紀之さんのカバーアルバム、カバーアルバムじゃカバー曲で、ビル・カントスさんが歌っているミルクという曲ですね、お届けしました。はい、ね、自分はねとてもこの曲好きでですね、いつもね落ち込んだ時に聴いてます。なんか僕なんかそういう曲多いかなまあ気にしないでもいいよねみたいな感じで、はい、お届けいたしました。ではですね、今月のジョイの歌ですね、お届けしておりますのは、この曲もね僕大好きな曲なんですけどもね、皆さんにもいるかもしれない、あの人のことを思って歌っているんだよね、ユミコね、違うはい、って感じでですねお届けしましょう。今月のジョイの歌は運命の人。過ぎてく
はい、沖縄で活動するバンドジョイントゥジョイのジョイストーリーをお届けしております。ジョイズフェイバリットパート1。はい、ちょっとねミキサーをね、どこがどこかっていうのをちょっとね、いつもやってるのに忘れちゃったみたいな感じですけどもね。はい、第2部ですね、ジョイズフェイバリットパート1ではですね、メンバー、ジョイントゥジョイのメンバーが自信を持っておすすめするアーティストやですね、曲などをですね、紹介するコーナーとなっております。はい、今日はですね、もちろん僕司会なので僕担当佐藤丹がやります。はい、ということでですね、先ほども申しましたように J-POP の今日の特集はごめんなさい、はい、J-POP のですね、クリスマスのですね、ソング集をですね、お届けしようと思っておりますね。もう1ヶ月、まあ、ちょっと早いけど、もうでもね、年末に向けてね、クリスマスに向けて、もう今日あたりから、まあね、クリスマスの特集やっちゃいましょうということで、今日からやろうと思っております。はい、今日はですね、いろんな曲を持ってきてますけども、まあ、この間ね、CD 手に入れたですね、この、J-POP の、まあね、クリスマスソングから冬の歌ディスクが3つ入ってるんですけどもね、エンドレスクリスマスという中の曲からですね、中のアルバムからですね、曲を選んだりとか、あと独自でね、いろいろ、かけていきたいと思っております。よろしくお願いします。はい、ではですね、まずは1曲目はですね、この曲ね、僕知らなくて、まあ、原曲は知ってるんですけども、永井真理子さんのずっとっていう曲がですね、なんと歌詞が変わってですね、クリスマスバージョンで発売されてるんですね。僕知らなくてですね、まあ、ずっとはですね、90年の10月24日に、永井真理子さんの、12枚目 のシングルとしてですね、発表されたんですけどもね、この人歌詞変えてね、歌詞を変えてメロディーとかは一緒っていうのもなんか面白い感じだよね。はい、まあじゃあその曲です。まずお聴きいただきましょうね。永井真理子さんでずっとクリスマスバージョン。はい、永井真理子さんでずっとクリスマスバージョンです。僕ね、この曲ね、このアルバムに入ってて、普通にね、いつものずっとだと思って、出だしがね、ほどけた靴ひもでしたっけで入ると思って、ほーって歌い始めたら全然違う歌詞になってて、ほーって思って、あ、歌詞が違うんだと思って、僕なんかアレンジがもっとクリスマスっぽくなってんのかなと思ってたので、ちょっとびっくりでした。はい、こちら永井真理子さんでずっとというずっとのクリスマスバージョンですね、お届けいたしました。はい、ですね、続きましてはですね、この曲もね、有名な曲なんだけども、まあ
僕ね、渡辺美里大好きなんですけど、渡辺美里さんが影響を受けたアーティスト、美里をかけないっていうところがいいでしょ。はい、おかけしましょうね。次にかける曲はですね、あの佐野元春さんのクリスマスタイムインブルー、聖なる夜に口笛吹いてという曲をお届けします。結構ねレゲエテストで面白いでね、なんか沖縄のね、あのクリスマスっぽい感じで合うよね。お聴きください。佐野元春さんでクリスマスタイムインブルー、聖なる夜に口笛吹いて。雪のメリークリスマスタイム、揺れる街のキャンドルライト、道行く人の波に流れるまま、クリスマスタイムインブルー、街のリトルトゥインクルスター、輝きはやがて滲んでゆく、時の流れのままに、約束さミスターサンタクロース、僕は諦めない。佐野元春さんでクリスマスタイムインブルー、聖なる夜に口笛を吹いてですね。なんかね、この歌詞の中で戦ってる街もとか、しくじってる人もとか、お金が有り余ってる人もとか、みんなメリークリスマスみたいな、誰でもメリークリスマスみたいなね、ちょっとなんかそこら辺がなんか佐野元春さんらしいですよね。はい、お届けしました。佐野元春さんでクリスマスタイムインブルー、お届けしました。はい、では次にかける曲はですね、この一部のですね最後の曲になりますね。時間までお聞きください。こちらですね、1989年11月17日4番目のアルバムラバーズに収録されてます。はい、かかってきました。プリンセスプリンセスのディンドンお聞きください。
はい、沖縄で活動するバンドジョイントゥジョイのジョイストーリーをお届けしております。ジョイズフェイバリットパート2トゥ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 、はい、トゥ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 みたいな、はい、まあ一人でやってるとねちょっとね面白くないんだけどねうわちょっとボソボソと語り始めたな、やばいやばい、はい、ちょっと毒吐く前に続けていきましょう。はい、まあでもね先ほどのねプリンセスプリンセスのディンドンね、なんかすごい久しぶりだったんですけども、歌詞がね僕はとっても好きでですね、好きでってまた毒吐きそうだな、はい、なんかあのね賑わう街私は仲間外れとかですねキャロルを歌う子供たちでさえ憎らしく思えてとかですね、そういうことかきっと私みたいに一人で泣いてる人たくさんいるよね世界中にみたいな、そうそうよそうなんだよみたいな、僕とかはねクリスマスはいつもお仕事なのでですね、行き交うこのカップルたちに向けてですねこの演出をしているわけですよ。はい、あなたたちが幸せなのは私たちがいるからよっていうことを心に留めときなさいはい、まあちょっと由美子がいないんで、あの由美子さんがねいないんで、あのちょっとねあの止める人がいないので次に行きましょうかね。はい、でですね2部のですねジョイズフェイバリットパート2の方もですね、で J-POP のですねクリスマスソングをお届けいたします。で、次におかけする曲はですねアンリさんのクリスマスソングをかけましょうね。はい、この曲ねなかなか沖縄っぽくていいかな、やっぱアンリさんだったなと思って選曲してみました。では皆さんお聴きください。ミスターサンタクはもういいとこでもうね、まあいいや、はい、ちょっとカミカミになっちゃったけど、はい、ミスターサンタクロースプレゼント。はい、アンリーさんでですね、
大きかった声ごめんね。アンディさんでミスターサンタクロースプレゼントをお届けいたしました。はい、ではアンディさんに代わりまして次にお送りする曲はですね、この人の曲も、この人の声もねすごく好きなんだけどもね、クリスマスの曲ね歌ってんだね。はい、まあ当たり前か。はい、その曲をお届けしましょうね。鈴木雅之さんで特別な一日、あ、スペシャルデイ。鈴木雅之さんで特別一日、あ、スペシャルデイです、お届けいたしました。スペシャルデイをお届けしました。はい、なかなかファンキーなナンバーですよね。かっこいいよね。なんかそうですね、2部の方はですね、あのちょっと沖縄っぽいクリスマスソングということですね、選んでみています。でファンキーつながりで次の曲ね、あのこの人懐かしいですね、中原芽衣子さんがですねクリスマスの曲を歌ってるので、その曲をねおかけしましょう。ファンキークリスマス。耳を澄ませ
はい、中原芽衣子さんでファンキークリスマスをお届けしました。ちょっとね時間の都合があるので次の曲に行きたいと思います。で、このですね J-POP クリスマスソング特集ですね、今日最後にお届けする曲はですね、この曲も有名ですよね、かなり流行りましたね。僕もカラオケとかで振り付けで歌ったことがある曲ですね。ちょっと言うのが今恥ずかしかったのまあいいや、はい、では最後にお聴きくださいね。スピードでホワイトラブクリスマススタンダード。
はい、沖縄で活動するバンドジョイントゥジョイのジョイストーリーをお届けしております。リスナーズストーリー、はい、ということでですね、第4部のリスナーズストーリーですね。はい、まあちょっとね、僕の方のお話をしていこうかなとかって思っております。はい、まあね、クリスマス前なのでね、クリスマスの曲を今週からですね、皆さんにお届けしようと思っております。で、まあ来週はですね、由美子さんいらっしゃるのでね、先週も話で聞いたと思うけれども、ね、スマップさんのね、チケットが当たったっていうことでですね、クリスマスにはですね、大阪の方でクリスマス、クリスマスじゃない、スマップのコンサート見に行くということでですね、かなり来週はですね、その話でずっと持ちきりで、スマップの曲も聴かせていただけると思います。はい、そんな感じでですね、クリスマスね、でもね、そういう具合になんかね、あっというようなですね、サプライズとかね、サプライズのプレゼントがあったりとかっていうのもね、クリスマスの醍醐味でもありますよね。なんか、僕とかはですね、クリスマスはいつもライブとか、お仕事をしているので、で、クリスマスね、もう本当にもう、なんだろう、ちっちゃい頃じゃないな、もう、高校卒業したあたりから、普通になんかクリスマスは仕事していて、なかなかね、一人で、いろいろね、一人でっていうか過ごすことが多いのですけれどもですね、まあそんな感じですね。まあ今ちょうどちょっといろいろね、またサザンバンドが12月13日にですね、クリスマス冬サザンということでクリスマスのライブがありましてですね、モッツの方でですね、それに向けての準備とかもありまして、でしかもその前にですね、来週21日、パレットくもじの方で点灯式で出ることになっていますのでですね、クリスマスの曲もドドーンとお届けしようと思っておりましてですね、で、まあ、それに合わせて僕とかはまあクリスマス大好きなので、クリスマスのね、アルバムも集めたりもしてるんですけども、クリスマスのオーナメントとかも大好きなんですよ。でもうこの時期になるとね、各ねデパートとかいろんなところでクリスマスのオーナメントが売ってるので、なんかね毎年買ってるのになんかオーナメント買っちゃうみたいな。で、なんかちょっと身につけたりとかですね、あと車の横にちょこっと置いてみるとかですね、とかしたりしてるんですけどもね、なかなか僕にとってはクリスマスすごくね、好きな、イベントの一つではありますね。はい、そんなこんな言いながらですね、ちょっとね、今週はクリスマスソング特集っていうことで、おかけしましたけれども、皆さんどうでしたでしょうか。まあね、このクリスマスのアルバムはですね、結構いっぱいあるのでですね、まあ再来週はちょっと違うのをやるかも。まあ来年ね、もう来年かよ。来年のクリスマスの時にですね、またね、残った曲などかけてみようかなと思ってます。いろんな曲があってですね、でディスク1、2、3で、で3には冬の曲っぽい、冬の曲、まあ普遍的にね、感じの曲を集めてるみたいで、なかなかね、そうか、この冬の曲もあったねっていうのがすごくあって、新しい発見だったりもしますし、で僕はこの時期になるとピアノのお仕事もいろいろしてるんですけども、そのピアノの曲もですね、カフェとかで弾く曲もみんなクリスマスの曲を弾いたりとかするわけですよ。はい、でですね、まあなんていうんですかね、それに合わせてクリスマスソングを、楽を探したりとかっていうことでいろいろしているんですけどもですね、まあね、なんか難しくてね、クリスマスの曲集めるのっていうですね、まあなんでしょうかね、結構なんかなんていうんですか、そのいろんな曲があるなあるなと思って考えてですね、探してるんですけども、あ、この曲いいかな、今ねちょっと細かい調整しながら喋ったけど、ちょっとごめんね、みたいな。内容がなくてごめんなさい、みたいな。まあ、もしね、あれでしたらですね、これからクリスマスのね、クリスマスソング特集をしていくのでですね、あ、こんな曲もあるよっていうのがあったらですね、メールなどもですね、で送って、もらえたら嬉しいなと思っております。まあ、僕はクリスマスソング集めてるのでね、もしかしたらリクエストとかね、早めにいただけるんだったら曲もかけられることもできますので、もしよかったら、お送りくださいね。ということでですね、1時間ですね、クリスマスのね、クリスマスソングを、J-POP のクリスマスソングを特集してお届けしていきましたけれども、はい、最後におけ、おかけって最後におかけする曲はですね、まあね、僕たちサザン
サザンバンド沖縄がよく演奏する曲ですね。クリスマスの曲、クリスマスタイム、違うよ、クリスマスインサマー、はい、当たってますね。今言ってたね、クリスマスインサマーって桑田さんがね、はい、まあこの曲もね結構なんか明るくて沖縄っぽいねなんか曲だと思うのでね、今日選んでみました。はいね、いい感じでクリスマスソングいっぱいかけられたんじゃないかな。うん、まあ結構有名な曲とかねたくさんあってね、何があったかな、まあドリカムのね曲とかね、あとはね真っ白なみたいなサイレントイブとかもあったんだけど、まあそういうのはよく聞いてると思うので、ちょっとねあのちょっと横のふっていうなんかふっていう感じの聞いたことないかなっていう曲を選んでですねかけてみました。いかがでしたでしょうか。はい、では来週はですね、ゆみこさんいらっしゃって、思う存分スマップを語っていただきましょうってな感じです。はい、ではですね、まあ開催ね、エンディングの曲はこれですね、先ほども何回も言ってますメリークリスマスインサマー、桑田バンドですねをお聞きしながら、来週のこの時間までですね皆さんまたお会いできたらと思っております。ではですね、来週のこの時間まで See you next Joy Time。